アメリカ連合国アリゾナ準州は1861年から1865年まで存在したアメリカ連合国の自治的領域である。この準州は1863年にアメリカ合衆国によって起立されたアリゾナ準州とは地域的に重複する部分はあるものの同一ではない。この地域は当時アメリカ連合国支持者の人口割合が高かった。 南カリフォルニアへのアクセスルートであったため、南北戦争の西部戦線におけるいくつかの重要な戦闘の舞台ともなった。南北戦争以前は、現在のニューメキシコ州とアリゾナ州の土地のすべては、ニューメキシコ巡州の一部であった。1856年という早い時期から、サンタフェにあるニューメキシコ巡州政府が、その南部分までを効果的に統治できるかどうかの能力に関しては、 疑問が提示されていた。順州南北を分断するように横たわるホルナダ、デルムエルトと呼ばれる公領とした地域が存在し、往来を困難にしていたことが主な理由であった。1860年7月、ニューメキシコ順州の南半分の入植者の会議が通村で開かれた。会議では、準州の北緯34度から南側をアリゾナ準州として分離独立することとし、 その新準州の憲法までが起草された。会議ではさらに、このアリゾナ準州の知事として、ルイス・オーイングスを、また、アメリカ合衆国議会への代表者一名も、選出した。しかしこの提案は、新しい準州が、最終的には、奴隷州になることを、心配した反奴隷制を支持する議員らの、反対によって、不守備に終わった。南北戦争の開戦以後、連合国への支持は、 ニューメキシコ準州南部では強固なものとなった。その大きな理由は、ニューメキシコ州をアメリカ合衆国がないがしろにしたためであった。1861年3月、ニューメキシコ州メシリアの市民は会議を召集し、アメリカ合衆国からの離脱とアメリカ連合国への加盟について議論し、3月16日、議会は離脱のための法令を採択した。 当該地域と連合国と共通の利害と地理的条件、開拓者保護の必要性、合衆国政府の下での郵便業務ルートが機能していない状態であることなどがその理由として引き合いに出された。この法令は、準州の西部地域も一緒に離脱することを提起した。これを受けて、3月28日、西部地域に位置する現在のアリゾナ州通村において、 第2回会議が行われ、ここでメシーリアの法令が批准された。その後に会議は、アメリカ連合国アリゾナ順州としての暫定的な、遵州政府を創設した。ここで、オーイングスは、再び暫定知事として選出され、グランビル・ヘンダーソン・オーリーが、アメリカ連合国への加盟請願のための代表者に、選ばれた。1861年7月、ジョン・ベーラー中佐率いる。 テキサス人部隊がメシーリから見てちょうど宗教の向こう側にあるテキサス州エルパソに到着した離脱を支持するメシーリ住民の支援を受け7月25日にベーラーの第二テキサスキバライフル渋滞はニューメキシコ巡州内に進行しメシーリの街の中に陣を張ったこの方を受けフィルモアトリで近くにいたアイザック・リンドを少佐率いる合衆国軍は ベーラーを攻撃する準備をした。7月27日、両軍はメシーリの町郊外で退治した。短時間の戦闘で合衆国軍部隊は敗れた。リンド少佐はフィルモアトリデを諦め、エドワード・キャンビー率いるクレーグトリデの部隊に合流しようと北に配送を始めた。しかし、彼はベーラー軍に追跡を受け、オルガン山脈のサンアグスティンスプリングスで投降を余儀なくされた。 1861年8月1日、勝利を得たベイラーは、前年に行われたツーソンでの会議で定められた、地域を連合国アリゾナ順州であると宣言した。彼は自らを終身知事に任命した。この地域を自治化する法案が1862年初めに、アメリカ連合国議会で可決され、1862年2月14日、ジェファーソン・デイビス大統領によって宣言された。 連合国による地域支配を強化するため、ニューメキシコ作戦が立案された。1862年、ベーラーはデイビス大統領によって知事職を失脚させられ、グロリエッタ峠における戦闘での連合国の敗戦が、準州からの彼らの撤退を余儀なくさせた。翌月、通村に駐屯していた連合国軍の小部隊が、カリフォルニアからの合衆国騎馬隊と戦闘を行い、 引き分けた。これはアメリカ連合国にとって最も正方で行われた軍事行動であった。1862年7月までに合衆国軍は準州の首都であるメシーリアに接近したため、政府はテキサス州へ逃れ、サンアントニオで亡命政府として存続した。アリゾナでの抵抗運動はゲリラ的に継続し、 1865年5月の西部での戦争の終結まで連合国の部隊はアリゾナの肌の下で戦った。ありがとうございます。